韓国ドラマ悪女が似合いすぎる美人女優6人を紹介。韓国ドラマの中で悪役は必ずと言っていいほど存在しますよね。特に悪女はそのドラマを盛り上げる重要な役割を担っています。存在感を放つ美しさとその振り切った演技で話題になる女優もたくさんいますよね。今回はドラマでの悪女が似合いすぎる美人女優を6人ご紹介します。悪女が似合いすぎる美人女優6人を紹介。では早速ドラマを盛り上げてくれた悪女を演じた美人女優をご紹介しましょう。イムジュン。最初にご紹介するのは多数の話題作に出演している実力派女優のイムジュンさんです。イムジュンさんは相続者たちで共演した人気女優パクシネさんに似ているとしても注目されていますよね。2004年 CM モデルとしてデビュー。2009年には倍率100倍のオーディションで見事にヒロイン役に選ばれ、ドラマ紅の魂に出演。紅の魂では MBC 演技大賞新人賞を受賞しています。2016年ドラマむやみに切なくではヒロインに嫉妬心を募らせるユン・ジョンウン役。2020年ドラマ嘘の嘘では離婚した元夫に復縁を迫るウン・セミ役を演じています。どちらも一癖ある役柄ですが、特にイム・ジュンさんを輝かせた作品は気候号2つの愛涙の誓いでしょう。ドラマ気候号は14世紀名もなき高麗の少女が剣の皇后に上り詰めた壮絶な人生を描いた時代劇ドラマです。イム・ジュンさんはヒロインと対立するバヤンフドという悪女役で物語の後半から登場します。バヤンフドは心優しい貴婦人の姿をしながら実は冷酷で残忍。皇太后貴妃を排除し皇室の実権を手に入れようとします。貴妃を暗殺しようとしますが失敗に終わり、最後には強制的に毒を飲まされ殺害されてしまうのです。顔が美しい分恐ろしさが倍増していましたよね。今後はどんな表情を見せてくれるでしょうか。次回作が楽しみですね。ソジヘ。次にご紹介するのはモデルとしても活躍しているソジヘさんです。ソジヘさんは高校2年生の時にスカウトされ、2003年ドラマオールインでデビューします。2005年、高麗時代の実在した人物の人生を描いたドラマシンドンでは2005年の MBC 演技大賞新人賞を受賞しました。2012年にはホームドラマ星も月もあげるに大企業の令嬢チェウォン役で出演し、 KBS 演技大賞日々劇部門優秀賞を受賞します。そんなソジヘさんの悪女役で話題になったドラマは黒騎士永遠の約束です。愛する女性のために危険な運命でありながら立ち向かっていく男性の純愛物語。ドラマの中でソジヘさんはヒロインの恋敵シャロン洋装店オーナーのシャロン役を演じています。物語は恨み生まれ変わり不老不死などファンタジー要素がありますが、ソジヘさん演じるシャロンがとにかく怖いとの声が相次ぎました。しかし変身して他人になりすまして誘惑するなど悪行は最低なのに憎めないとの感情を抱く視聴者も。不思議な気持ちにさせるソジヘさん、今度はどんな役で楽しませてくれるでしょうか。イソヨン。次にご紹介するのは国家代表悪女との呼び名もあるイソヨンさんです。イソヨンさんは2003年ペヨンジュンさん出演の映画スキャンダルのソーク役でデビューしました。2005年新入社員、2006年春のワルツ、2009年天使の誘惑などに出演。天使の誘惑ではヒロインのアラン役を演じ SBS 演技大賞ニュースター賞を受賞しています。そんなイソヨンさんは2010年ドラマドンイで悪女を演じています。イソヨンさんは国王であるスクチョンの側室ヒビンチャン氏を演じました。はじめはヒロインであるトンイの才能を認め旅館に昇格させそばに置きますが、トンイが王の寵愛を受け側室になると強い憎悪を抱くようになります。
自分の地位を守るために自ら服毒するなど手段は選びません。少女から大人になったトンイがヒビンちゃん氏に再会する話から視聴率は伸び始め、最高視聴率は 30% を超えるヒット作になりました。まだまだ国家代表悪女の演技が見たくなりますよね。次回作に期待したいですね。調理、次にご紹介するのは透明感があり笑顔がキュートな調理さんです。調理さんは2011年の K-POP アイドル共演のコメディドラマリアルスクールでデビューしました。小学生の時に何度もスカウト経験がありましたが、芸能界に興味がありませんでした。そんなチョウリさんでしたが、高校2年生の時に見た演劇とミュージカルがきっかけで女優を目指します。2016年の大ヒットドラマ太陽の末裔ではシャイニーのオニュさんが演じる一分の妻を演じ注目を集めましたよね。そんなチョウリさんの悪女ぶりが輝いた作品は2018年のドラマ私の ID はカンナム美人です。チョウリさんはヒロインであるコン・ミレの同級生キョン・スアを演じています。スアは誰もが認める天然美人、心優しく性格も少し天然でアイドルのような存在です。しかし美人が増えると自分の価値が薄れてしまうという考えから整形美人のミレを陥れようとします。実は性格も自分の美しさに気がついていないふり、モテていることに気がついていないふりをすることでさらに自分の人気を上げているのです。ふわふわとした見た目とは裏腹に整形前のミレを知る人物と仲良くなって陥れようとしたり、チャウヌさん演じる行作との仲を壊そうと2人のアルバイト先に入社するなどやたらと行動的です。チョウリさんの美しさからなのか、悪女なのになぜか憎めずスアを密かに応援していたファンも多かったのだとか。今後はどんな悪女ぶりを見せてくれるでしょうか。次回作が楽しみですね。キムソヒョン、続いてご紹介するのは日本の女優天海祐希さんに似ていると言われている女優キムソヒョンさんです。キムソヒョンさんは1992年のミスコリアカンウォンで入賞した経験があります。その後1994年タレント応募に合格しデビューします。2004年パリの恋人、2005年頑張れクムスン、2007年恋人よなどに出演し活躍の場を増やしていきました。そんなキムソヒョンさんが悪女役が光っていた作品は妻の誘惑です。キムソヒョンさんは親友ウンジェの夫であるギョビンと関係を持つシン・エリを演じました。親友夫婦の中にエリの嫉妬心はエスカレートし、ギョビンとの間に子供もできます。そして2人の凶暴によりウンジェは死に追い込まれていくのです。キム・ソヒョンさんの怪演ともいえる芝居で妻の誘惑は最高視聴率 33.6% を記録する大ヒットとなりました。撮影で叫びすぎてめまいや脱毛症も経験したのだとか。すごい役者魂ですよね。キム・ミスク、続いてご紹介するのは年を重ねるごとに美しさが増しているキム・ミスクさんです。キム・ミスクさんは幼い頃から女優になるのが夢で1978年ミスロッテ選抜大会に出場します。最終結果は不合格でしたが、その大会で広告会社のスタッフにスカウトされ広告モデルとして活躍します。その後 KBS 6期公開タレントオーディションに合格、女優の夢を実現します。代表作には黄金の神父、奥女運命の女などがあり、綺麗な声を持つことからラジオ DJ としても活躍しています。そんなキム・ミスクさんが悪女役を演じたドラマは華麗なる遺産です。華麗なる遺産は遺産相続をめぐる争いのほか、恋愛や家族の絆を描いたドラマです。キム・ミスクさんはハン・ヒョジュさん演じるヒロインのコ・ウンソンの継母ペク・ソンヒを演じました。再婚相手の夫の会社が倒産、そして夫の事故死に見舞われるとウンソンと障害のある弟ウヌから保険金を横取りして家から追い出します。その後も
自分の立場を守るために嘘を重ね、どんどん追い込まれていきますが、なかなか孫悲の勢いは止まりませんでした。とことん悪女なのに、どこかアンニュイな雰囲気で色気のあるキム・ミスクさん。また、意地悪な女役を見てみたいですね。まとめ、いかがでしたか？今回は、悪女が似合いすぎる韓国美人女優6人をご紹介しました。どの悪女もドラマを盛り上げる重要な役で、なくてはならない存在でしたね。悪女を演じることで、実際の人柄を誤解されてしまうことがあるかもしれませんが、それだけ視聴者の記憶に残っているのかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。